こんにちは、柴田です。今日はスリークエリートさんでプレックという機械を使ってギターを調整していただいた時のお話と映像です。皆さん、プレックはご存知でしょうか？割とですね、知ってる人は知っているという風な感じの、調整する機械なんですけれども、何を調整してくれるかというと、ネックの部分ですね、スキャンして計測してくれて、どういった感じで反ってるかとか、どのフレットが高くてどのフレットが低くなってるかみたいなところをですね、ちゃんとデータ化、数値化してくれて、でそれを調整してくれるという風な機械になります。その機械をですね、スリークエリートさん、都内にあるんですけれども、広瀬さんがやってらっしゃって、そこにですねギターを持っていきました。今回持ってったのはイエローハートとサイケと、あとオリジナルのこちらですね、この子を持っていきました。ざっくりホームページから引用させていただくと、全ての楽器の指板はまっすぐではなく、実際に製作されてから時間の経過をしている楽器のネックには何らかの癖が必ず生じている。たとえ同じ形状の同じ楽器があったとしても、ユーザーによって好まれる弦の材質やゲージは異なる。ネックは反っているからこそ弦が振動するが、この反りの量は一定ではない。ピッキングの強さやタッチの加減によって弦の振り幅量はもちろん、それに付随するネックの微細な動きは異なる。ユーザーそれぞれにとってネックの反り具合の弦高の好みには差がある。全ての楽器が弾き手が望むセットアップを同じ形で受け入れることが可能とは限らない。弦を外すことによるネックの変化をどのように計算して修理を行うかというのをですね、楽器をスキャンして数値化して全て理論的に教えてくれます。でそのスキャンで何を知れるかというと、こちらにありますね、ネックおよびトラススロットの状態、フレットの高さと形状、ネックのリリーフ、反りの具合、バズ、ビビリの発生量、ナットおよびブリッジサドルの高さ、フレット1、フレット浮きなどの異常、スケールおよび弦間、張られている弦の振幅量、弦の振動によって生じるネックへの変化といったところをですね、割り出してくれて、そのギターに一番最適で、で弾き手の方が好みのタイプに仕上げてくれるという風な感じです。どのような感じで数値化されて、どのような感じでグラフ化されるかっていうのは、この後お写真をお見せいたします。そのデータを見ながらフレットのすり合わせを機械の方でやってくれるという風な調整方法です。では早速ですね、どのような形で進んでいくかっていうところと、あとは広瀬さんからいろいろといいお話をいただいたので、そちらの動画も流させていただきます。まずはこちらのお写真ですね。これは機械にまず入れてネックの状態を計測いたします。でこんな感じですね、今計測している最中ですね。フレットの高さとか指板の波打ちですね、その辺の状態を確認してですね、数値化していく感じです。でこの後広瀬さんからお話いただいております。どうするといいかなんですけど、この状態でいくとネックの状態っていうのはまっすぐと順反りと逆反りって3つあると思うんですけど、はい、どの状態がベストかっていうと順反りってことですね。おお、そうなんですね。逆反りは問題外なんでちょっとね外しますけど、まっすぐがいいか悪いかでいくと、ちょっと強い言い方すると、まっすぐあんまりいいとは言えないってことです。おお、そうなんですね。なぜかというと、まっすぐにすると楽器どうなるんですかって聞かれれば、バランス悪くなるし、ならなくなっちゃう。ならない楽器とかバランス悪い楽器最高だって人いないですよね、あんまり。でこう順反りにするっていうのはかなり弦楽器によって重要になってきて、つまりバイオリンとかチェロ、コントラバスっていうのも同じ弦楽器ですから、ある意味やってることは一緒なんですけれど、トラスロットがありますよね、はい、だからやっぱり根っこの反り方っていうのをこう変えることはできるわけですけど、
まあ、バイオリンとかチェロってロッドがやっぱり基本的に入ってないのでエレクトリックとかが出なければ、うん、ということで、まあ、やっぱり反らすっていうことがロッドではできないのでどうしてるかっていうと指板をわざわざ削って反らしてる。そうなんですね。指板自体を指板自体を湾曲させて、それはフレットレスのベースとかギターの、ああそうなんですね。フレットレスのベースとかはまたちょっと考え方少し違うところもあるんですけど、基本的には純粋にするっていうのも弦楽器全部共通なんですね。つまり、まあ、なんでまっすぐにするとならなくなったりバランス悪くなるかっていうと、まあ、弦楽器なんでまず弦の動き方を考えれば非常に分かりやすくなるんですけど、まあ、ナットとサドルが支点になりますよね。はい、ここが支点になって動くっていう形が、これ防水型って言われる形ですけど、防水ってこういう動き方ですよね。うんうん、でここで使う防水は、まあ普段使う防水は水なので、水の防水なんで、ではなくて、まあ、分かりやすい例えとしては、大縄跳びの縄の動き方っていう。はい、はい。弦の動き方って、初動はちょっと、もっと、もうちょっと複雑なんですけど、まあ、分かりやすく言うと、大縄跳びっていう感じなんですが、振り幅のピークどこですかっていうと、2人の持ち手の中間点ですよね。はい。ということを考えると、まあ、一緒なんですけど、つまり、まあ、こことここ持ち手になって、うん、真ん中どこですかって12フレットですよね。うん、一番振り幅って大きくなるよ、はいはい、つまりまっすぐな指板にするとこういう状態になるわけですね。そうするとナットが今フレットが1にとってあって12ってなると、確かに振り幅がそうですね、距離がバラバラになりますね、はい、1フレットと弦の距離が結構あって徐々になくなって12で近くなってまた広がっていくってことは、距離がある場所はちょっと力いるわけですね。でここはまあそんなにいらなくなって、ここで全然いらなくなっちゃうってことは、うん、まず同じ力で弾けないっていう状態になると、力いる場所とちょっといる場所と全然いらない場所、逆に言えばまあ同じ力で弾くってことを考えればここがまあ基準になると思うんですね、力いる方が、うん、っていうことでここは強く弾いてもビビりませんと、うん、でここちょっとビビりますよ、すごいビビりますよね。そうすると、まあ、ビビりやすい場所だけ軽く弾けばある意味いいんですけど、まあ、真ん中だけ軽く弾いてくださいって言われても、うん、なかなかやっぱそうですね。だからやっぱり重要なのはこの弦がこう触れるっていうことに対してそれぞれフレットと弦の距離を均等にしてあげるっていうことですよね。うん、弦がこう動くんで順取りにしますって。確かに。そうで重要なのはビビらないっていうことでもあるんですけど、もう一歩重要なのは均等にビビる状態とも言えるっていうことね。はい、はい。まあ、弦高下げて強く弾く場合は普通にビビるわけなんで、うん、ただ意図的に下げてそうビビらせてるっていうことがあるわけなんで、やっぱり全体的にビビってるわけは問題ないっていう方が多いですけど、弦高低い方は例えばピック弾き、ベースで行くピック弾きってビビってますね。はい、あの音が欲しくてピック弾きをするっていうことでビビらせるんで、それが12フレットではビビるんだけど10ではビビらない、8ではビビる、7ではとかってなるとやっぱりちょっとこう困っちゃうわけですね。だから均等にビビる状態もすごく大事ですね。そういうことなんですね。まあビビりは全然悪いことではないというか、意図的にそうです、ビビらせてたりするっていうことも多々あるわけですし、まあ同じようにビビってればビビり方もコントロールできるわけですね。うん、均等にビビる状態っていうのはビビらない状態も重要だし、均等にビビるっていうのもすごく大事。なので結局はまず距離均等にしてあげるのが重要ということなので、はい、弦が結局こう動くんで根っここうなってると、あ下から上まで一緒ですねという、この状態を作るっていうことですね。そういうことですね。押さえた時じゃなくて鳴った時のことを考えて振り幅を、まあ押さえた時に関して言えば距離が一緒であればどこも同じ感覚でいけるってことですね。やっぱり距離がある場所は力がいるし、ここいらないしってなると、まあ、同じ力で弾けなくなる、まあ、そうですね。それが一定であればどこも同じ感覚で弾けるっていう、それが重要なので、一応順取りが前提になるんですけど、はい、まあ、ただ順取りっても程度問題ですよね。あ、じゃあ反ってた方がいいんだって聞いて、こんなにめちゃくちゃすごい反ってて弾きやすいかって、やっぱり反りすぎてたら弾きにくいっていうことなんで、まあ、適度な反り方とか正しい反り方っていうのはあるっていうふうに申し上げてるんですけど、うん、どこで決まるんですかっていうと、まあ、主に2つでいいですね。はい、弦高と弦のゲージで決まると。これもやっぱ物理的な話なんで、まあ、人によって違う、国によって違う、明日になって違うってことは絶対ない、普遍と言ってもいいようなもので決まるわけですけど、2つですね、簡単に言えば。1つ目はゲージ、まあ、太いのが触れるっていうのは、うん、太いのが触れるってことですね。だから今のゲージ1046でこの振れ幅っていうことでいけば、まあ、1149とか貼れば振れ幅もう少し大きくなりますし、942とか貼ると振れ幅はもう少し小さくなる。ゲージっていつも大体一緒ですね。一緒ですね。でまず1つ目はその弦のゲージで振れ幅となると。でもう一個何ですかっていうと、弦高で振れ幅が決まる。まあ、結論から言えば高い方が振れる。そういうことですよね。まあ、距離感。縄跳びで考えると分かりやすいですけど、2人の持ち手がこれぐらいであれば
まあ、こうですけど高い人が持ってるともうちょっと振れるよと、うん、つまり原稿そうですね、大きく振れると原稿と弦のゲージで振れ幅っていうのは物理的に決まる。これに対してネックの方を適度に均等にそれ、まあ、同じように反らせてあげるっていうことによって、まあ、どこも同じような感じになるんですけど、まあ、原稿と弦のゲージはもう何かといえば引き手の方の好みですよね。つまり正しく適度に反らすと何が起きるかというと引き手の方の好みも盛り込めるっていうことですね。非常に重要な話ですよね。やっぱこう自分で引きやすい楽器があってそれを他の方が弾いて弦高高くてもしくは低くて弾きにくいって言われても別に言っといてくれ、これ自分の場合だ正しく反らす適度に反らすっていうのは何が重要かっていうのは一つ目は、まあ、弦がこう触れるってことを生かすっていうことができるような状態になる、はい、もう一つは弾き手の方の好みも盛り込めるっていうことですね。まずはこの2つがあるってことですね。計測するとですねこういう感じでデータが出てきます。まず左から6弦になってますね。これ弦高の状態なんですけれども大きい左の丸が6弦一番右のちっちゃい丸が1弦で僕のギターの状態はというとちょっと言えば3弦がですね高いですよね。3弦の丸がポンと出てますね。なのでチョーキングの時に結構引っかかったりとかっていうのがあったんですけれどもこれは根っこ横から見た状態ですね。一番左がフレット黒いのがフレットですね。でその横が1フレットこのギザッとなってるのが1フレットで一番右が24フレットでフレットの高さを揃えなきゃいけないよとこの赤のグラフの部分ですねここがちょっと飛び出してるよと弦振動の邪魔をしてるよというふうな場所なのでここをきれいにこう削っていきましょうという感じですね。で丸く削っていってで赤のところこれ何ミリずつフレットを削るかっていうのが数値化されてるんですけれども赤のところはですねこれ結構削るとまあまあフレットなくなるよ状態というかその合図ですね。でこちら実際にフレットを削っている時ですね。輝きを取り戻しました。という感じでした。いかがでしたでしょうか。非常にですねロジカルに説明してくれるので分かりやすかったです。でどのようにすれば一番弦が鳴るのかいい状態を作れるのかっていうのをですね非常に勉強させていただきました。で実際にどんな感じかっていうとまずですね弦の振り幅がですね一定になっている状態をフレットを削って作ってくれております。で個人的にはですねこのフレットが均等になっていることによってフレットの移動、左手でこう滑らせたりとかこう移動するときですね、これがですね、どこにも引っかからずすごく滑らかにいくっていうのが僕にとっては一番最大のメリットだったなというふうに感じております。映像で広瀬さんがおっしゃっていた通り、まあ、どこのフレット、どこのポジションを押さえるにも、まあ、均等なぐらいの力で押さえれるようになっているっていうのもですね、弾きやすくなった証拠だと思います。あとですね高音のチョーキングの音詰まりですねこれもちょっと気にしながらやってたんですけれどもそういうのも一切なくなりました。まあ、フレットを削ることには抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、
まあ、本当にですね、こう機械で数値化して余計な部分は全く削らず、本当に最低限度のことだけで調整をしてくれます。場合によってはですね、トラスロッドの調整だけでも全然変わることもあるみたいです。一度見てもらうっていうのもいいかもしれないですね。もう身体測定的にですね、ギターの状態を知るためだけに一度計測してもらうっていうのも全然ありだと思います。一度ですね、そちらの方でメンテをしていると、そのデータがずっと残り続けているので、また何か不具合が起きた時に前回メンテしてもらった状態にまた戻すということも可能ですし、いざとなったらフレットの打ち替えであったり、まあお話でもあったように、ちょっと指板自体を順ぞりに削るということも可能だそうです。ぜひぜひですね、愛着のあるギター、一度身体検査してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。